はい、えー、今回ですね、熟成さんから報告いただいたのでシェアしていきたいと思います。お疲れ様で、評価10からスタートして、評価600を超えました。滞在、まあ、前ゴール、G、ゴールデンウィーク前にできるだけ売ろうとして、作業を増やしました。今月は近所のファミマに10日連続で段ボールを持ってきました。対談連休入ったらいつでもいいですよということで。お願いします。はい。えー、そうですね。600超えましたいやー。もうこちらね、あの対談しますので。 まあこれはですね、あの僕が昔、えー、カメラ転売のセミナー映像を販売したんですけど、その1商品でカメラ転売で稼げるようになったっていうね、えー、熟成さんでございます。はいまあ、あの今、ドリアカの方にもね、講義提供していただいてますけど、斉藤先生ですね、全く初心者でカメラ全くやったことがなかったけれども、今カメラ転売でもうずっと稼ぎ続けてます。 まあそれはまああのもう3年ぐらい経つので、えなんだ、記念して、え対談の方をさせていただこうかなと思いますので、まあ何、結局その、まあ本当に真剣にやるかやらないか続けるか続けないかっていうところで、まあ結果はね、あの、すごく大きく分かれるんじゃないかなと。てか分かれますけどね。うん。おめでとうございます。ね、評価ゼロスタートでね。 600っていうのは素晴らしいと思います。はい。ということで、えー、結果報告シェアはこれで終わります。ありがとうございます。